今日はですね、私が担当する、若者の就労を考える講座という授業の PR をさせていただきます。PR のご協力、オーロラ印刷の山本さん、ありがとうございます。今は若い人ですね、いろんな、問題に、ぶつかって悩みながら、いつも、今も昔も若い人生きてると思うんですけれども、そんな若い人を地域で支えようと、大人たちの責任だろうと考えて、何年か、この問題に取り組んでいます。で、今回ですね、若い人のみならず、若い人を地域で支えることに関心のあるいろんな人に集まってもらいたいなと思って連続学習会を、企画しました。で、いろんな人を正直無理やり巻き込んで、この学習会を、やっていこうと思っているんですけれども、一番最初に、巻き込んだ人、一番初回に、巻き込まれてしまった人を、これからご紹介します。一番初回にですね、桜美林大学の若い学生さんが、同じ世代の若者を、主人公に、扱った映画を皆さんで、一緒に見たいと思います。で、その映画を見た後ですね、映画から何が、見えてくるか、そのあたりの課題をですね、語っていただく、中野さんをご紹介します。西東京シネマクラブの会員で、行政書士をなさっている、失礼しました、中野幸太郎さんでいらっしゃいます。じゃあ中野さん、これから、この講座取り組んでいく意気込みを一つお願いします。中野です、よろしくお願いします。若者はね、今本当に、たるんでるのかと思われがちですけども、いや、そういうことではないと僕は考えています。ただ機会があるいはチャンスがないのかなっていうだけなんで、この映画を見てもらえばそれが分かります。で、全4回のシリーズなので、第1回目でいろいろなですね、皆さんにサジェッションをしていきますから、それで最後に何かを掴んでもらえればと思います。どうかよろしくお願いいたします。はい、関わってきた我々大人も、皆さんと一緒に何か掴みたい。俺もまだまだ若いぜ。訂正します、僕だけが若いですということでした。他にはですね、元不動産業をなさっていた、地元の方、それから、ご存知でしょうか、参考自動車、タクシー会社を経営している町田さん、それから、地元、在住の、国際経済学者の大内さん、大内俊さんなどにもご登壇いただいて、皆さんと一緒にお話ししたいと思います。よろしくお願いします。